スタジオレインこんばんは。お邪魔ましまーす。君ってさ、いつも突然電話してくるよね。もう慣れたからいいけど。でも今日は本当に急だったな。突然飲み会しようなんて言われたから。 飲み物とかおつまみは適当に買ってきちゃったからね。あれどうしたの泣きそうな顔して。ああ、なるほど。さては仕事で何かあったな。やっぱりね。しょうがない。今日はとことん、私が話を聞いてあげよう。 君のことは幼稚園の頃から知ってるからね。今更どんなエピソードが増えても私は笑わないよ。君だってそう思ってるから、私には弱みを見せてくれてるんでしょ大丈夫。私も嫌だって思ってないし。幼馴染なんてもう家族みたいなもんだからね。そう。今日はとことん飲んで。 話してちょうだいな。はい。乾杯うん。やっぱり仕事終わりのお酒は最高だね。この唐揚げも美味しい。あ、私的にはこっちのおつまみもおすすめだよ。 ほら、食べて食べて。お腹が空いてると気持ちも落ち込んじゃうからね。んよろしい。たくさん食べて飲んで、まずは体を元気にしよう。それで、今日仕事で何かあったのなるほど。 仕事のミスで上司に叱られちゃったのか。それは沈むし、明日から会社に行きにくいよね。上司と気まずい感じも想像できるよ。でも、仕事をしっかりやれば、上司だって怒りを引きずったりしないでしょ。取り戻すには仕事をしっかりやるしかないよ。 大丈夫。君ならできるって。だから、そこまで深刻に考えないで。案外周りは気にしてないってパターンもあるんだから。誤解してるけど、私だってミスしたり、上司に怒られたりするときあるんだからね。君にも周りにも、なんでか仕事できる人って評価もらってるけど。 本当だよ。小さなミスなら毎日あるし、大きいミスもたまにはするし。そういえば昨日は会議の資料を作ってて、本番で間違った情報を入れてたの気づいてもう大変だったよ。先輩にも部長にも、一番大事な数字を間違えてる。ありえない。何年目だって。 コピドく怒られちゃって。あれは結構落ち込んだな何その意外そうな顔は。私だって落ち込むことぐらいあるよ。仕事のミスは特にね。職場って基本毎日行くし、逃げられないし。 気まずい思いしても仕事こなさないといけないし、仕事行くの嫌だなーって思う時あるよ。誰だってそうだと思う。でもさ、そうならない方が逆にまずい気がしない落ち込むってことは、仕事に真面目に向き合ってるからだと思うの。どうでもいいことで何かあっても、 まあ、いっか、ってなると思うし。だからさ、君が仕事のことで、それだけ落ち込むってことは、君が真面目に仕事に取り組んでるって証でもあると思うんだよね。そりゃ、ミスしない方がいいだろうけど、人間100%、完璧にできる日なんて、数えるほどしかないと思う。そうでしょ だから、落ち込むのは悪いことじゃない。大事なのは、その先だよ。落ち込んで何が悪かったか、どうすればよかったか、この先どうしていけばいいのか、反省して、前向きに次やるべきことを考えることだと思う。よしよし。君は頑張ってるよ。 私はわかってるからね。私の前では甘えていいよ。よし、よし。よし、よし。<laughs> 頭撫でられるの、恥ずかしかった。私は結構、君の頭撫でるのは。 好きなんだけどな。もうやめないといけないの残念。<laughs> でも、ちょっとは元気出たみたいだね。君の家に来たとき、君、この世の終わりみたいな顔してたもん。今はちゃんと笑えてる。 よし、よし。やっぱり君は、笑ってる方がいい。私も君の悲しい顔より、そっちの顔の方が好きだからね。あ <laughs>、ちょっと照れた。<laughs> え、何 ああ、私が仕事で落ち込んだ後、どうやって回復してるか知りたいのそうだなー私は仕事の反省して、それでも落ち込みが取れなくて前向きになれない時は、仕事とは別のことで頭いっぱいにするようにしてるかなやっぱり仕事はお金を稼ぐ手段だし、その分プレッシャーもあるし、 考えるだけで精神力削られるからね。だから、仕事のこと考えてたら精神やられちゃうって時は、ちょっとお高いお酒を飲んだり、好きな料理を食べたりするかな。単純に美味しいものを食べてると、幸せだなって思えるし。あと、美味しいお酒が飲めたり、美味しいご飯が食べられるのは、 自分が一生懸命仕事してきたおかげ。これからもこの幸せのために頑張らないとって気合入るからね。ま、大事なのは仕事のミスで落ち込んだらしっかり反省しつつ、でも深刻に考えすぎないこと。取り返しのつかないことなんてほとんどないからね。だから、君ももう十分反省したと思うし、 これからは少しだけ、そのことを頭の隅に片付けて。今は、この飲み会を楽しみましょう。はい。あーん。<laughs> 美味しいでしょ。このシリーズって、本当にお酒に合うよね。私、宅飲みするってなったら、絶対に買っちゃうんだ。 君もあると結構食べてるし、好きだよね。君とは結構食の好みが合うから嬉しいよ。やっぱり自分が美味しいって思えるものを、一緒に美味しいって思ってくれる人の方が、一緒に食事してて楽しいもんね。あ、そうだ。君、こっちのお菓子も好きでしょ。こっちもよく食べて。 ちょっと、何私の顔見ながら好きとか言ってんのしかも真顔で、やめてよね、変な雰囲気にするのは。別に照れてないし、変な誤解とかしてないから。お菓子が好きって言ったんだよね。うん、わかってる。大丈夫だよ。 顔が赤い。それはお酒飲んでるから、そっちこそ変な勘違いしないでよね。ああ、暑い。なんか急に部屋の温度上がったお酒飲みすぎちゃったかな。ちょっと水飲もっと。うん、美味しい。 ちょっと、なんで今私の頭撫でたの君ってたまに私のことを子供扱いするよね。同い年なのに。私もやってる私はいいのよ。だってほら、同い年だけど、 私の方が誕生日早いじゃないだから、君を甘やかす権利はあるのです。そんな驚いた顔しなくても。誕生日が早いから、ちょっとだけお姉さんなのは本当じゃないそれに、昔から悩み相談に乗ってあげるのは、私の方が圧倒的に多かったでしょ 今日だってそれで呼び出されてるんだし。私は自他共に認める良きお姉さんってことよ。だから私は君をよしよししてもいいのだ。えい。よし、よし、よし。え何急に認めて。 納得してくれたのは嬉しいけど、あれ、でもなんかちょっと落ち込んでる今の話のどこに落ち込む要素があったのああ、いつも私に頼っちゃってるって情けなくなっちゃったんだね。そんな風に思わなくていいのに。 私たちって幼稚園からずっと一緒で、本当の家族みたいなものだし、私も気にしてないよ。むしろ、頼られるのが嬉しいっていうか、君の心が弱ってる時に、一番に会いたいって思ってもらえるのは、すごく信頼してくれてるからだと思うし、私なんて話聞くくらいしかできないのに、いつも相談してくれて、 君に頼られてるって思うと、私ももっとしっかりしなくちゃって思えるしね。だからさ、私たちって、お互いにうまく支え合ってるんだと思うよ。ほら、私たちって、昔から持ちつ持たれつしてきたじゃない覚えてない君、私が小学生の頃、 学校から家が遠くてヘトヘトになった時、ランドセルを持ってくれたじゃない。君だって自分の重いランドセル背負ってるのに、さらに私のまで持ってくれて。<laughs> あの時すっごく辛そうな顔してたのに、大丈夫って聞いたら大丈夫って笑ってて。申し訳ない気持ちだったけど、すごく嬉しかったよ。 それから、そうだ、高校受験も大学受験も、正直心が折れそうになってたけど、一緒に頑張ってる君がいたから頑張れたんだよ。受験の度に一緒の高校に行こう、一緒の大学に行こうって言ってくれたよね。些細な言葉だけどさ、この先も一緒にいていいんだって嬉しくて。 それに、私が挫折しそうになるたびに、いいタイミングで君が電話してくれたり、差し入れしてくれたり、息抜きに遊園地に連れてったりもしてくれたよね。君のおかげでうまく息抜きができたから、受験勉強も頑張れたんだと思う。一人だったらとっくに心が折れて、もうどうでもいいやってなってたと思う。 君のおかげで高校、大学って進学できて、それなりにいい会社に就職できたし。もっと言うと、今も仕事頑張れてるのも、君が同じように頑張ってるからだよ。私、君がそばにいてくれるから、しっかり生きていこうって思えるんだ。 君に恥ずかしい自分は見せたくないからね。私が人生楽しめてるのも、君がいてくれたからだよ。ありがとう。感謝してる。だから、頼ってばかりで、情けないとか思わないで。私も君には、たくさん助けられてるんだから。 やだ。君、顔真っ赤だよ。私の本気の感謝に照れちゃったか。おぉ、酔ったふりして、寝ちゃわないでよ。<laughs> 最高の気分だから寝るそっか。気分が上がったならよかった。 でも、床で寝ると首が痛くなるよ。しょうがないから、特別に膝枕をしてあげよう。よいしょっと。はい、頭を下ろして。恥ずかしいのじゃあ私と一緒だ。でも今は、私迷ってていい気分だから。 してあげたいの。君も遠慮せず、そのままリラックスして。はい。目を閉じて。よし、よし。そういえば、こんな角度で君を見たのは初めてだ。ふーん 君って耳元から首筋のあたり、すごくセクシーだね。あ、首まで真っ赤になった。<laughs> ごめんごめん。ちょっとからかいたくなって。あ、そうだ。お詫びに耳かきしてあげよっか。膝枕といえば耳かきでしょう。 ちょうどテーブルの上に耳かけあるし。大丈夫。酔ってても意識はしっかりしてるし、奥までは入れないようにするから。はい、横向いてじゃあ行くよ腰、腰。腰。 腰《力加減大丈夫気持ちいい》よかったじゃあこのまま耳の入り口あたりをコシコシするね <laughs> ちょっと動かないで。 しょほらちゃんと私の太ももに顔をつけてそうそのまま動かないでね耳の溝に沿ってくるっとして。 こっちあたりはコシコシ少し奥に入れるよコシコシこのあたりコシュコシュすると気持ちいいでしょ私はこのあたり自分でやってても眠くなっちゃう は外側をしこしていくね先っぽで優しく刺激して溝に沿ってくるっと <laughs> 案外外側も気持ちいいよね もう少しやってから、こっちも中をゴショゴショしてあげるね 大きな首。眠くなっちゃったんだね。もう寝るのまだたくさん話したいことあったのに。って、話してる間に、もうベッドで寝ちゃってるし。ねえ、起きてよ。まだお話ししようよ。 ねえねえ。もう寝ちゃったの本当に寝ちゃうなんて。そんなに耳かきが気持ちよかったのかな気持ちはわかるけどさ。 幸せそうな寝顔 <laughs> こんな顔見せられたら怒れないじゃないね本当に寝てるんだよね君の幸せそうな顔見ただけで何でも許せる気がしちゃうのは。 割れた弱みってやつなのかなね私たち、ずいぶん長く、一緒にいるよね。でも、君は知らないでしょ。中学の頃から、私が君に割れてるってこと。告白してないから、当たり前だけど。 私の声で起きた。あの、どこからどこから聞いてた幸せそうな寝顔ってとこから。それって最初からじゃないひどい。たぬき寝入りしてたわね。い、今のは、別に告白とかじゃないから。 酔った勢いで、その、今、好きって言った。君も、私のことが好きだったのそっか、そっか。<laughs> まさか、君も私のことずっと好きだったなんて。 なんだ。じゃあ、もっと早く告白すればよかったな。そしたら、高校生の時も、大学生の時も、もっとたくさん恋人らしいことできたのに。まあ、今からでも遅くないけど。よし。じゃあ、これからは、恋人っぽいこと、たくさんしようね。 てことで、まずは、ひっつきましたイムうん、しょっと。はい、隣お邪魔しまーす。もうちょっと隅に寄ってよ。私がベッドから落ちちゃう。 あ、危ない。急に動かないで。もう、落ちないように、君にくっついてないとね。はあったかーい。君にくっついてると幸せだけど、なんか緊張する。やっぱり、恋人同士になったからかな。 今までとはちょっと違う時々が君も緊張してるよね体こわばってるせっかく耳かきでリラックスしたのになんかごめんねね恋人同士ってこういう時どんなことしてどんなことを話すんだろうね 私、昔から君のことしか見てなくて、彼氏なんていたことないから、どうしていいのかわかんないよ。君もわかんない、か。<laughs> でも、なんか嬉しい。君も私のことをずっと思ってくれてたって証拠だもんね。ね。 もっと近づくよ君の耳の下なんだか甘い香りがする私のおでこがぴったりはまるねあごめんついキスしたくなっちゃってだって今までしたくても 我慢してたから、恋人同士になったんだから、いいでしょ。何その顔。ニヤニヤして。何か言いたいことがあるなら言いなさいよ。恋人同士なら、口にえ私から、 君の口にキスしろって言ってるの。そ、それはさすがに恥ずかしいっていうか。宣言してからするのは緊張するっていうか。わ、ま、わかった。わかったよ。す、する。するからせめて目を閉じて。そんなにまっすぐ見られたら、恥ずかしくて無理。 顔、めちゃくちゃ暑いし。ほら、目、閉じて。いい終わるまで、絶対に目開けちゃダメだからね。じゃあ、するよ。<coughs> まだ目開けないで。 今多分すごい顔してるから、恥ずかしい。でもね、恥ずかしいのと同じくらい嬉しいし、幸せ。本当に君の彼女になれたんだって気がした。あの、もう一回してもいい して、いいんだね。じゃあ、もう一回。君とキスするだけで、笑顔になっちゃう。私、こんなに君のことが好きだったんだね。ね これからも私には、たくさん弱みを見せてね。私も見せるから。それでお互いのことを補い合って、これからも楽しく生きていこう。大好きだよ。最後までご視聴いただきありがとうございます。 今回の動画はいかか。がだったでしょうかよろしければチャンネル登録コメント高評価をしていただければ嬉しいですそれではまた次回の「スタジオレイン」の動画でお会いしましょう